いちごちゃんでございます。今回はですね、つけっぱなしリードについて、ちょっと紹介したいなと思います。皆さんお家でリードをつけっぱなしにするということはありますか、ね、リード散歩の時しか使わないよとかね、あると思いますけど、まあちょっと状況によって困っていることがあるときに、こういうつけっぱなしリードっていうのはすごく役に立ちます、ね。まあちょっといちごちゃんはうろちょろうろちょろはあまりなかなかしないので、あんま効果ないんですけど、家の中をですね、こうもうすごく徘徊してるね。あっちの部屋行ったりこっちの部屋行ったりとか、なんやかんや忙しい、ね、全然もうくつろいでない、ね。そういうワンちゃんだとか、もう常に窓の外をもうずっともう見てるようなワンちゃんね、環境音とかね、すごくもう敏感なワンちゃんね、外の音もうね、家の中なのに、もう常にもうアンテナ張ってる状態ね、守備範囲が忙しいっていうようなワンちゃんに適しているのが、このつけっぱなしリードでございます。はい。で、これ、まあ、リードはですね、つけっぱなしにするので、まあ、できればこういうシンプルなやつがいいです。はい。ね。伸縮リードとかですね、ちょっとガチャガチャしたようなリードだとですね、ずーっとこう引きずって音が鳴りっぱなしになったりしますので、ちょっとね、まあ休めなくなってしまいます、ね。私のやつはこれただ200円の中国製のナイロン のリードです。これいつも使ってるやつですね。これ、まあ、いちごちゃんだけじゃなくてもいろんなお客さんのワンちゃんにもこれ使ったりします、はい。でこうやって、まあ、つけるんですけど、でつけて終わりです、ね、つけて終わりです。で飼い主さん、これリードをね、こう持ってってください。まあ、これでもいいですし、はい。まあ、これで持ってってもらう。ね。この状態で、飼い主さん、まあ、一緒に、その休みの日、部屋でね、一日、まあ、テレビ見たりとか、パソコンでネットをね、まあ、動画とか見て過ごすときに、この状態で、過ごしてください。はい。これだけで、少しずつ効果が現れていきます。ね。まず、この状態ですと、ワンちゃん、うろうろまずできません。ね。うろうろするワンちゃんは、あっちになんかあるのかな、こっちになんかな、ああかな、こうかなって意識をこう、ね、もうアンテナがもう、くる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 っていうふうに意識している状態ですので、その状態をまずなくしていくわけですね。で、こう、まあ、勝手に歩いてるとこうやって引っ張られるんですけど、この時別に、注意したりとかしなくていいです。もう黙っててくださいね。はい。ね。この守備意識っていうのはですね、ワンちゃん自身が自分で、気づいて狭めてほしいんですね、はい。で飼い主さんがそこで注意してしまうと、飼い主さんに言われたから、なんかやめないといけないのかっていう風に、なってしまうんですね。でそれだとですね、実際まだこれをやめた時、ね、これをやめた時ですね、効果が発揮できませんので、自分で気づかなきゃいけないですね、はい。あれ、もうあっちもこっちも行けないと、引っ張られて向こう行けないって、なんだなんだってね、はい。でワンちゃんに考えさせるっていうことをね、やりますね。行けない、どうしたんだろうね。それがずっと続くと、もう途中で諦めます。諦めてこういう状況になりますね。で、落ち着いた状況になりますので、あ、ワンちゃんはこの状況でいいんだと、ね、自分がなんかいろいろ警戒しなくていいんだなっていうふうに、徐々に分かってくるようになります、ね。であとは電話だとか環境音に吠えた時もですね、すぐ対応しやすいですね。吠えてしまった時はね、すぐに上にピンと引っ張ってください。こら、ね、まあ、注意してもらっていいです。吠えた時はね、こら、ね、まあ、何でもいいです。ポストなんか投函されたりとかね、誰かしらがこう、まあ、窓の外を歩いたとかね、それだけでもね、やってくださいね。吠えた時にこら注意します、ピョンと、はい。
はい、まあ、こうやって、こうやって、対応していくわけですね。家の中でもつけっぱなしリードっていうのは結構効果的ですよね。すごく敏感なワンちゃん、守備意識がすごく高いワンちゃんには効果が ありますね。で、飼い主さんがちょっとね、やっぱりね、出なきゃいけないよとね、ちょっとうろあっち行ったりこっち行ったりしないといけないよっていう場合は、まあ、待てができるワンちゃんならいいんですけど、ちょっとできない場合は、そうだな、まあ、家具の、まあ、椅子だとか机にこうくくりつ、まあ、ちょっとくくりつけるっていう形でもいいです、ね、はいね、そういうふうに対応していただければなと思いますね。ね、まさにこういう状態になりますね、はい、こうやってこんな状態になります、これね、はい、ね、でこの状態っていうのは要はこう、まあ、ボスがね近くにおるから安心して過ごせるという状況なんですね。いちごちゃん自らが何かしらにいろいろ気配を感じて、なんか注意をしなきゃいけないんだなっていう意識ではないもんですから、こう落ち着いて腰を下ろしてゆったりしてます、はい、ね。ね、まあ、ただ単純につけっぱなし色で、生活していると、まあ、結構効果がね現れるのでね、ぜひやってみてください。で、多頭飼いの場合はですね、まあ、全部のね、リードをこう持ってると大変ですので、ご家族みんなでちょっと手伝ってあげてやってくださいね、まあ、4頭とか3頭いる場合はね、まあ、家族まあ、夫妻がね、2人でこう対応してね、まあ、ちょっと、まあ、1時間でも2時間でもね、まあ、その場で過ごして対応するという形をね、取ってあげてください。はい。ね。ご参考になりましたでしょうか。ね。つけっぱなしリードでございますね。単純にこのリードをつけるだけでもね、全然違いますね。いつもは散歩して、終わった時にリードを外すのに、なんでこれつけるんだろうっていうふうにね。ワンちゃん意識するんですけど、何でもない時にこうやって意識して普通に過ごすと落ち着いたりもねしていきますので、ぜひね、わちゃわちゃして毎日もうあっち行ったりこっち行ったり吠えまくったりするワンちゃん、困ってる方ね、いらっしゃいましたら実際これを使ってみるっていうのも一つの方法でございます。で、よろしくお願いしたいと思います。では次回もぜひねご覧になってください。バイバイ。